はい、どうもこんにちは、ベルプリです。ベルファイアの動画は今メインで、ほぼメインでやってるんですけれども、その中でちょっとプレゼント企画というのを今準備しています。チャンネル登録者数の方が500人に迫りつつあり、あとちょうど再生回数も30万というちょっとした節目ですかねを迎えつつある中で、ベルファイア専用、アルファードにも使えるんですけれども、アシストグリップにつけるタイプの、傘フックですね、アンブレラフックって呼ぼうかななんても思ってるんですけれども、今、前回、試作を作ったんですが、寸法をちょっと見直した感じで今作り直してる最中です。実際の商品は前回動画で撮った、こちらになりますね。ちょっとゴロンとしたような感じになってます。2分割で部品は構成されてるんですけれども、それをアシストグリップを挟む形で、金属製のボルト、M3 のボルトを4本使って締め付けるように作りました。材料の方は PLA 材というものを使っています。ちょっと聞き慣れない材料かもしれませんが、2分割で作っているんですけれども、サイズの方がちょっと厚みがあって、そうですね、クリックポストで今発送を予定しているんですけれども、30ミリ以内にしないとちょっと規格外になってしまうので、その辺規格内に収まるように今ちょっと見直しているところです。クリックポストですと極止めで送ることもできますし、あと送料を安く抑えることによって、こういった規格何度もやることができますから、できるだけ送料の方を抑えてちょっと今考えています。こちらが今作り直している最中のモデリングになります。あまりちょっと変わらないようにも見えるんですが、若干サイズやら、あとこの中のこの形状 R を変えたりなんかもしてますね。アシストグリップに合わせられるように今変えてるところです。ちょっとね、厚みが少し薄くなったっていうのもあるんですが、どうしても発送するときに3センチ以下にしないとちょっとまずいので、その辺やむを得ずちょっと合わせてるところですね。このような感じで、ボルトを入れて、4箇所で固定するようになっています。傘自体はそれほど重いものじゃないですからね、多分大丈夫だとは思うんですけれども、ただちょっと唯一気がかりなところが、今は冬だからいいんですけれども、夏場、車内が非常に暑くなるので、その中でどうなるかなんですよね。傘自体そんなに重いものではないですから、負荷はかからないんですけれどもね、ずるずる下の方に落ちていかなければいいなっていうのが今ちょっと一番気にしているところです。このような感じで今プレゼント企画の方準備しておりますので、この企画、気になる方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また 3D プリンターやあと 3D ソフトなんかでご質問等ありましたら、私で答えられることであれば、コメント欄で返信または動画作りますので、気になることありましたら、コメント欄の方に書いていただければ幸いです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。